はようございます。今日は秋田志保選手の、決勝戦を見に来ました。今から向かいたいと思います。あちらが選手が宿泊しているワシントンホテルですね。で、あちらが東京ビッグサイトなんか遊戯王 の初回 のもう一人の僕に変身するなんかピラミッドの逆版みたいに、私は見えるんですけど、まあ、そんなことは置いといて、今から有明に向かいたいと思います。階段からすみません。ちょっと思いついたのでちょっと一つ言いたいんですけど、この歩道橋のこれですよ。この景色、テニス関係者なら分かると思うんですけど、めちゃくちゃワクワクしませんか、この感じ。この有明コロシアムとこのハードコートというか、この材質、これ欲しいですよね、コートに、ってな感じです。先ほどの路地ですね。決勝、いい県、準決勝まではあそこの道を通って、インドアの方でやってました。秋田選手からの連絡はありませんおそらく練習しています。果たして彼女は許可を取っているのでしょうか。すいません、ゲストで、はい、今日の決勝戦を、はい、のゲストの方です。そうです。いただければ、まっすぐの方がございますので。わかりました、ありがとうございます。こちらが有明コロシアムですね。 A ゾーン入り口、選手帯同者、 B ゾーン入り口、大会ホーム、コースサービス。私はこの C ゾーンですね。ちゃんと協賛、スポンサーなどを、映しておきます。ゲストで来たんですけど、はい、36度3分です。ありがとうございます。おはようございます。ゲストで、来ました。選手のお名前は、はい、秋田志保選手です。はい、かしこまりました。お名前様は、高田です。高田真央様。はい、承っております。こちらですね、このボールペンを使ってそちらでご記載いただいております。はい、今日初めてじゃないですよね。違います。いらしてますよね。はい、であればここから、時間とあとこの5番だけ。はい、わかりました。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。2番目って言います。2列目から、はい、からだったらどこ泊まっていただいても大丈夫です、はい、2列目だけすいません。あと、はい、隣同士にならないようにだけ。もうどこでもいいんですか。はい、でこれ発展がある、発展ないところ、ね、あ、わかりました。はい、はい、お願いします。ありがとうございます、はい。調子は良さそうです。得意のボレーです。取られてます。
かったら、はい、まあ変わらずって感じ。もうなんかやるだけだよね。もうやって負けるか、うん。もう私の今日できることを出して負けたら練習。勝ったら練習。勝ってもね。勝っても練習。皆様、両選手に大きな拍手をお送りください。